ブラックことフェイさん、リンに敗北しました。マジで、八王子区役所にフェイのこと突した。何八王子区役所って。なんかしたの？不正受給の疑惑をチクったろ。あ、だからヘイトが、あ、フェイトを向けてるんだ、一生懸命。な、ずっとなんかリンちゃんのことばっかり言ってんだ。なるほどね。今後のフェイの展開？別に何もないだろ、今のところは。でも、まあ、昨日ずっと監視させてもらったけども、あのね、ペガコさんがすごい幸せそうだね。やっぱり好きな人と入れるっていうのはね、本当に幸せなことなんだろうね。うん、監視してずっと見てたよ。ずっとつけっぱなしで。あれ幸せに見えたか。あの顔とか表情とか声色というの幸せなんだと思うよ。見えないんだけど、こ声色っていうの幸せだと思うよ。具なしのオムライスは見てない。フェイのことほんと好きなの。俺めっちゃ好きだよ。まあ、昨日マジで今年一番水やんの放送を監視したんですけども、まあいろいろ彼の言動とかね、そして仕草、すべて研究に研究を重ねた結果を皆さんに報告できると思います。まあね、無駄にね、昨日生放送休んだわけじゃないんで、そのね、集大成皆さんにね、まあ顔出ししてから分析しました。暇人しかできない極みだよ。タヌキはね、チェックしなくてもいいかな。メインの秘密？いや、秘密じゃない。今後どうやって楽しんでいって、ね、どうやって彼の本心を追求するかっていう攻略法を俺は見つけた。お前そこまでフェイに熱量あるのなんでな。だから人気番組だよ。ツイキャスで言ったら今人気番組だから。人気番組。八王子区役所、ナーボーの切り抜きも見ると思う。なんでよ、区役所が俺の切り抜き見るんだよ。人気じゃなくね、嫌われてるだけやん。わかってないね、君は。本当に。最初から見てないと流れがわからないから。なんで入籍しないと思う？あ、その段階の人？その段階の人か。なるほど。それはね、その段階の人か。今日も話が長くなっちゃうな。YouTube もきちんと見て精査するって。へぇ。孫の予想、入籍するかしないか聞きたい？いや、しないよ。なんで入籍しないの？じゃあお前さ、好きでもない人と入籍する？好きでもない人とお前入籍すんの？もうそれだよ。ね、片方は好きだけども、片方は好きじゃないから入籍しないんだよ。単純に。めちゃめちゃ超ざっくり言うと。認知はする？いやだから、今のミズニャンの発言とかは全部作り物。だ本心が出る時っていうのは、彼とペガコが喧嘩してる時なんだよ。ミズニャンの本心、ね。内から出る本音みたいのは喧嘩してる時なんだよね。そうだと思う。そうだと思うね。そう考えないと、ね、一連の流れが辻褄が合わないんです。一連の流れね、彼の発言、ペカ子の発言、そして二人の行動の辻褄が全く合わない。そう考えないと。俺はずっと長い時間かけて、ね、暇人の極みと言われつつも言われてきながらずっと考察してきたけども、じゃないとおかしいんだよ。偽りの愛ですよ。お前昨日タヌキ見たか？500超えたぞ。500超えたんだ。でもね、なんかね、まあ、復縁してからっていうか、仲直りしてから、もう、2日以上経ってるんだよね、多分。2日ぐらい経ってんだけども、まだ喧嘩する予兆がないのは、そう、フラグが立たないのは、二人の敵が一致したからなんだよね。そう。まあ、リンちゃんに対して、ね、怒りの感情とかは、普通に、ペガコも事前に持っていた。で、ミズニャンは、リンちゃんに対して、まあそうやってなんか、いろいろ通報したりだったりとか、いろいろな件で、まあ怒りを持ってるわけじゃん。だから、二人が、ね、二人の敵が同じになってるから、そこの矛先に向いてるから、二人がいがみ合ったりとか喧嘩することって、今のところないのね。そう。だけども、二人が、リンちゃんっていう敵をなくした瞬間に、二人のいがみ合いとか喧嘩に発展するから、もうちょい先なのかなっていうのが、まあ俺が思う予想。そう、一時共闘みたいな感じ。敵対関係だった二人が共闘して、一人の敵を倒そうとしている。俺もさ、なんか、ミズヤンとペガコのために新しいホワイトボード買うわ。ホワイトボードあるともっとわかりやすく皆様に説明できるし、ちょっと買わないと、今後ね、言葉だけで説明するの難しくなってくるもんね。ホワイトボードちょっと買っとくわ。いや、ガチで。いや、今後もまだまだあると思うし、ガチ勢で死ぬ。いや、だから、みんなはそんなに時間費やせないから、俺が時間費やしたりとか情報収集して、ね、短くざっくり面白おかしく説明する側の人間じゃん。だから、やっぱそこ努力惜しまないっていう。買わないといけないものは買う。ほんわか見なくて済むわ。ナーボ的に今、リン邪魔だと思わない？
でもそのさ、中だるみって邪魔だなとかだるいなって思うじゃん。さ、アニメとか漫画でもそうだけども、でも中だるみって結構なんか必要枠みたいなポジションだと思うの。だから、ここも楽しまないといけないんで、大事なんだよね、意外と。なんか物語があまりにもトントン拍子に進むと、それはそれで悲しいしね。うん、そう、なんかワンピースを原作で追ってる人とかだと、そう、ルフィとルッチって、まあ、敵対関係だったわけじゃん、一番最初で覚醒して強くなって戻ってきてみたいな、二人がいがみ合うんじゃなくて今共闘シーンなんでしょ。まあ、そんな感じ、うん、目的が同じ、目的が二人とも同じ近しい目的になってくると俺見てねえからわかんないけど、妊娠が嘘でしたっていうどんでん返しあるからな。いやーそれがあったら結構びっくりするね。っていうか、それはマジで、優秀だよ。優秀。ね、一番いいよ。本当に、リアル、なんか実話として、マジで、子供が犠牲になってる物語を、俺らは今、無理やり楽しもうとしてるわけ。だから、お腹の中に子供がいませんでしたが、なんだかんだ俺はハッピーエンドだと思う。なんだかんだ、ま、別に詐欺でもいいじゃん。別に。だって俺、詐欺より、なんか命を粗末に扱う方が、俺は悪だと思うし、詐欺の方がまだいいっていう。うん、だって詐欺は課金した人間が苦しむだけでしょ。お前らどうせ1円もさ、あいつらに課金してないんだから、別に詐欺がどうのこうのとか関係ないじゃん。自分ら被害者じゃないんだから。ちなみに俺は課金してるからね、被害者としても発言できるからね。ちなみに俺メンバーシップも入ってるし、ペガ子にもね、水谷にもね、少額課金してるんで、僕は被害者として名乗りを上げることもできるっていう、うん、かなりいい立場ですでもマウントじゃないよ。俺はなんかどっちに転んでも詰めることができるポジションに今いる。課金税だから一応ね、少額だから1円でも2人に課金すればね、詐欺だってなった時にふざけんじゃねえって言えるっていう。1円も課金してねえやつはふざけんじゃねえって言えないんだよ詐欺っていう扱いになると、あー何も言えねえや、そう、発言権がないっていう、強く言えるっていう。脱税を詰めてほしい。あのね、まだ早いね。そこを詰めるじゃなくて、二人の関係性を詰めればめくれてくるんだよね。二人がいがみ合って喧嘩してね、誰かが間に入ることによってめくれるものなんだよ。脱税だったりとか、その素性見えないところ、水面下の悪っていうのは二人が喧嘩することによってどん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 めくれてくるものなのね。そう、だからそこを二人が仲いい段階で詰めたりとかしようとすると、余計ね、見えないところまで潜り込んでしまうんだよね、そういう情報は。うん、でナブはどう思う？どう思う？脱税とかは普通にあると思う。で、なんか、なんだろう、水にゃんが得た収益に対して国に税金を納めてない。あると思うし、あと、ペガ子さんの不正受給とか、もう表面上で出てるところで、不正受給になりそうなところとか、言動であるから、もうそんなのなんかめくるとか詰めるとかそういう次元じゃなくて、いやもうあるやんっていう状態だから、そう、マジレスするとね、詰める詰めないじゃないよね。そんなに稼げてる、そんなに稼げてるか稼げてないかって言われるとまた微妙なところだけど、住所不定とかね。政治は不正受給は悪いけど、みんなで電話って楽しくないって、いやなんかね、面白くないんだよね。俺もなんか政治と、多分政治がなんて言ってたかわかんないけど、そのなんかもう明らかに、それでじゃあ、なんかアリを象が踏み潰すみたいな感覚で、あんまり面白くないんだよね。なんかやっぱりじわじわいかないとっていう、アリが象じゃない、象がアリを踏み潰すか、逆になってたわね。リン面白かったけど、でも今回確実にリンは稼げてるよな。だからその配信者、なんかさ、配信者の育成っていうか、なんかミズニャンがさ、表面上で言ってる仕事ってさ、なんつってんだっけ、あいつなんか別で仕事やってるみたいな感じで言ってて、配信者の、あ、コンサル、配信者のコンサルって言ってて、それリンちゃんにやってたらマジですげえよな。うん、リンちゃん実際稼げてるし、数字も載ってるし、勢いもあるわけじゃん。その配信者のコンサルっていうのをリンちゃんにはめ込んでやってたんだとしたらめっちゃすげえ。いや、これ全てが計画通りで、リンちゃんを稼がすため、勢い乗せるためとかだったら、うん、プレイヤーダメだけど裏方で輝く人っていうのはいるからね。ダッスーとリンをゲストに呼んでフェイ劇場を考察して、まあだから面白くなるから、今後もナブは絡まない、視聴者としていてほしい。いやでも本当そうだよね。なんか俺がわざわざなんか誰かと絡む必要ってあんまりないよね。香川ナーボナブと慣れ合うから面白くないよ。騙されてるっていうか、騙せるくらい話が上手いんだよ、リンちゃん。そうなんだ。まあでも結局稼げてるからいいんだよな。あの子ナーボみたいに賢い。そうなの？俺賢いの？割と化けるかもね。あ、そうなんだ。
なんか喋れるイメージがなかったけど、喋れるんだね。しばらく二人を使うだろうね。いやでもよく飛び込んだよね、そのなんかミズニャンとペガコの間にね。あの小屋で潜入捜査できんが強い。しかも体張ってるからね、体張ってるから、生中出しをと引き換えに情報持ってくるからね、そこはすげえよ。3人の台本、3人の台本はないと思う。お前ミズニャンの配信荒らすのやめてくんね。お前はどの立場から俺に物言ってんの、どの立場からてめえは俺に物を言ってんだよ。3人の台本ってイキリストが暴露してて嘘丸だし、イキリストが3人で組んでる台本だって言ってんの。3人で組んでる台本ね。いや俺は限りなく薄いと思う。いや嘘つきっていうか、それが考察段階だとしても、どこをどう取って台本だって言ってんのかが分かんない。いいと思うな。だってペガコがマジで嬉しそうだもん。全然違うよね。ちなみに3人の台本ですって言うんだったらね、台本そのストーリーに間に入った人間が全員その台本してないと台本って破綻すんのね。ってことはゼロワンも台本していたってことになるのね。結局乗っかってるから、その3人とかっていうかその2人に乗っかってんだからね、それはないでしょっていう。だから違う、絶対違うんだよなっていう。ペガコがイキリストに台本って言ったんだよ。台本じゃないでしょ。イキリストに暴露したみたいな。だからそれがね、暴露じゃないんだよ。イキリストが使われてんの。なんだ台本なんだっつって、目を背けようとしただけだよ。すべてはペガコが惚れてるっていうナーボの考察が一番っぽいよ。いや、一番さ、なんかベターだけど、ベタだけど、あれだよね。もうそれしかないもん。それじゃないと辻褄合わないから。うん。そこじゃないとおかしいもん。ただの共依存だよな。俺ね、共依存っていう言葉で片付けるやつが一番嫌い。一番つまんないじゃん、共依存とか。もうつまんない。共依存って言葉で片付けるのが一番つまんないね。共依存って二人ともお互いに依存し合ってるってことでしょ。そうじゃないんだよな。今日情緒が安定したな、ペスさん。いや、それはなんかお互いいがみ合ってなく喧嘩してなくて好きな人と一緒にいれるから、ところどころ映るペガコさんの顔が幸せそうに俺は見えた。共依存はちょっと違うよねっていう。片思いってことは片思いなんだよ。片思い、あれは完全に片思いです。ペガコさんの片思い、その片思いのね枠からミズニャンが抜けれないのよ。なんでかっていうと、強いカードをペガコさんが持ちすぎてるから。ミズニャンが表で言われたことない、言われたくないネタと、あとお腹にいる子供っていうのが強烈なカードになってる。その2枚のカードがなかったら、ミズニャンはもっと自由にやってるはずだよね。禁止カードをめっちゃ持ってる。強烈なカードを。で、リンちゃんと2人でいる時っていうのは、ミズニャンの現実逃避。そう、現実から目を背けてるから、楽しいんだよ。あれはもう現実逃避です。楽しいのかな？楽しいんだよ。そんな弱みを握って一緒にいてもらって嬉しいのか？嬉しいんだよ。それでも嬉しいんだよ。好きな人と一緒にいるっていうのは。前の喧嘩の時、ペガコ弁護士入れて話し合うっていうのも拒否って言ったしな。いやだから2人のね、なんか弁護士がどうのこうのって言ってんのはね、もうだってなくない？なんか結局なんか警察が介入できないの分かってて警察呼び合ったりとかしてるじゃん。まああと周りの人が警察呼んだりとか、弁護士とか絶対介入できるから呼ばないんだよ、お互い。多分弁護士沙汰にはなんないと思う、二人は。単に金かけたくないだけだって。弁護士と家庭裁判所を言うと、仲直りしたがる男に何か訳ある。訳はあるよね。単純にめんどくさいんじゃないかな。集まったら、P は弁護士を依頼するかも。どうだろうな。なお変に巻き込まれないようにね。巻き込まれても別に何とでもなるけど。どうせすぐまた喧嘩します。いやだからしばらく喧嘩ないよ、あの感じだと。そう思うけど。入籍はないね。フェイの話面白くない。じゃあ出てって。今、ミズニャンとペガコの話したいから出てってください。俺が全ての権限を持ってるから、面白くないって言ってる人は出てってください。邪魔なんで。いてくれなんて頼んでないよ。出てって。それでもいてくれなんて言ってないからな。とっとと出てて。恋愛は一歩間違うとフェイみたいになるんやな。いや、あのね、恋愛もそうなんだけど、めんどくさいことを後回しにしたり、なかったことにしたり、逃げたりすると、どん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 ああいう風になっちゃうんだよ。もうそれの集大成がもうミズニャンだよ、今の。ね、めんどくさいだろう、なんとかなるだろうが、積み重なってああなるんだよ。だからミズニャンも、大丈夫だろう、みたいな。ね、気持ちよさを優先した結果だよ。一番大きいメインの軸は。ね、大丈夫だろ、妊娠しないだろう、みたいな。妊娠で狂ってんの。お前もそうなるってこれこれには言われてるけど、お前もそうなるってこれこれに、あ、これこれさんが俺の話題話してくれてるんだ。ねえ、そうなんだ。
そんなこと言ってくれてるんだ。ありがとうございます。人の名前使わないと俺に文句も言えないやつ草。ペガ子の立場だったらさっさと入籍なり認知なりさせるけどね。だからそれができないんだって。お前がペガ子の立場だったらそれできない。だって男が逃げてるんだから。お前はその片足まで突っ込んでたもんな。な、俺は片足まで突っ込んでたけども、逃げ切ることが逃亡成功者だから俺は。どっちかというとね、逃亡成功者。お前的には二人にどうなってほしいの？ぶっちゃけどうでもいい。ぶっちゃけだってどうなろうが俺に迷惑かかんないし、どうなってほしいとかないよね。正直。逆になんか死のうが幸せになろうが、ぶっちゃけなんか俺にさ、得もねえし、ね、損もねえしっていう。でも、ただ今現状どうなるかっていうのが見たいから見てるだけ。どうでもいいなら話すんなよ。え、なんか未来の結末に希望がないと内容を話したりすることもできないの？それは別に関係なくない？どうでもいい。なんか未来、なんか結末はどうでもいいけども、結末が見たい。うん。だけで見る理由になるよね。最後まで見たい。みたいな。二人でコメ欄に切れてるだけ。しばらくなさそうだなとは思うんだけどね。うん。でも多分、喧嘩起きるんだったら、水面下で起きると思う。配信外で。配信外で喧嘩が起きちゃって、収拾つかなくて、ミズニャンが、もう、我慢の限界で放送を撮るみたいなパターンだと思うんだよね。そのパターンが俺は濃厚だと思う。うん。それがもう、なんか3日ぐらいで来ると思ったんだけども、うん。2週間後ぐらいかな。またそのパターンか。いや、大体それだと思う。2週間後だと思う。そんな先は、多分それぐらいまで持つんじゃないかなって俺は思ってる。持たないって。いや、俺は持つと思ってる。昨日から長時間配信はなんでだと思う？二人きりになりたくないから。で、ペガ子さんが寝てても、ミズニャンが放送する理由は、あれだよ。起きてる時は二人きりになりたくないからずっと放送を撮る。と、あと、寝てる時とかは一人で考える時間、現実と向き合う時間になってしまって、それが嫌だから、それこそなんか、現実を放棄して生放送撮ってると撮り続けてんだ。二人でいるのも嫌だし、一人で考える時間も嫌だから放送時間が伸びてくのと俺は思ってる。マジでペガ子のこと嫌がってるやん。いや、もう嫌がってるっていうか、え、だって普通に考えて嫌でしょ。だってこっち独身で子供いねえのに、今後の未来を見つめた先に子供が4人いてお腹に一人いるんだよ。具合悪いって、正直。そんなのね。でも自分がしてきたこと、放棄してきたことの結果だから、それでなんかちょっとさ、いがみあったりとかしたらすぐ暴れ回るんだよ。ブツブツ言われて、あんなマシンガンみたいに。嫌でしょ、そんなの。逃げ出したいけど逃げれないんだよ。下ろせばよかったけど逃げたから。いや、逃げたっていうか、下ろすっていう選択肢が女性側にないのがやばいよ。そこでさ、なんか放送中に下ろせ下ろせなんて言えないじゃん。うん。あいつは言ってたけど、その以前下ろして欲しかったっぽいよね、本心。だったら支払うもの支払って鹿児島に帰った方がいいんじゃない？ね。300円で文句言うやつが支払うもの支払ってっていう考え方がないからこうなってんの。ね。俺だったら金で解決できるんだったら、ね、周りに頭下げて金借りて解決するよ。ねえ。てか、多くの男はそうしてきてるし、そうすると思うよ。ちげえよ、150円だよ。で、昨日ね、ちょっとこれ小ネタなんだけど、昨日見てて面白いなって思ったのが、500ml 入ってる缶のコカ・コーラを、飲んでいたんだよ。水にゃんがね。うん。これってさ、別になんか、誰でも、ね、コーラ飲みたいなっつったら、まあ、買う可能性全然あるものじゃない？だけども、例えば、じゃあ TJ さんとか、お金に余裕ある人間が、500ml の缶のコーラ飲んでると、あ、缶派なんだ、みたいな。缶の方が美味しいもんねってなるじゃん。なるじゃん。その、誰が、そのコーラを飲んでるかで。だけども、水にゃんが飲んでると、あー、ケチなんだなって思っちゃうっていう、同じもの飲んでんのにっていう。明らかに安いじゃん、でも。あの缶のコーラって。それ私も思った。そう。でも、缶の方が俺は美味しく感じるの。だから、お金になんかケチケチしてるからっていう理由だけで、金がないからっていう理由だけで買うものではないのに、そう。だから DJ さんが飲んでると、ああ、ペットボトルより缶の方が美味しいもんねってなるけど、そう。人によって感じ方が変わってくるっていうのを、ちょっとなんか、昨日見てて思ったっていう。